はい、皆さんこんにちは、一輝です。マザー2実況プレイパート3始めていきます。で、前回フランク倒して旅小屋の鍵を手に入れました。じゃあ旅芸人の小屋に行きましょう。こっち、邪魔だよ。小屋には鍵がかかっているということで、ここでグッズを使うと小屋の鍵を使った。扉が開いた。おお、鍵を開けてくれたのかい。サンキュー。旅のお守りをやるよ。お守りを手に入れた。おお、やった。へえ、でっけえ足跡はジャイアントステップっていうのかい。粋な名前だね。お守り装備すると何が起こったの。グッズ見てみっか。ボディに装備するもの、パラライス攻撃から身を守る。あ、麻痺にならないってことか。それは使えるな。あーひどいなこれ。もうそうやって抜けるってことか。ここで着替えるって言ってたよな。おお、なんか来た来た。なんかいる。おお、当たれ。ゆっくり。おお、なんだなんだ。27の経験値高っ。え、経験値結構もらえるのにすんなり倒せる。いいね、結構楽だぞこれ。まあ意外に戦闘終わった後の無敵時間みたいなの長いな。経験値を手に入れた。おお、いいね。オフェンス2アップ、バイタリティ1アップ、IQ が1アップ、最大 HP14、おぉ、5アップ。あ、いけるかもしれない。今回、あんまり苦戦しない。お、ネズミ。こいつはバトルに入った。グレタネズミに襲われた。パンチ!噛みついてきた。早っ!1 ダメージ。全然倒す。わあ強い。スマッシュ、でもスマッシュ来なければ倒せる。いいぞ、ネス強くなってんの。こっち側に行ってみよう。上がなんか正解の道っぽいんで。ああ、ありありブラックたちに襲われた。応援を呼んだ、誰も来てくれない。応援を呼んだ、誰も来てくれない。攻撃スマッシュ67。おお、いいね。痛い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 、強っ。ありありブロック意外に強い。あおし、やっつけた。74の経験値。何もなかったよ、こっち。何もなかった。じゃあ、あ、なんかある。こっち上かな。いや、待てよ。あれが上でってことよ。わ。ねえ。なめくじ。痛い。痛い。よーし。倒せ倒せ。余裕ですよ。81の経験値。意外にな。ネズミ危ない、ネズミ危ない。やっぱり、チェック。プレゼントの箱を開けた。スキップサンドがあった。スキップサンドってなんだろう。食べると10秒ほど足取りが軽くなる。あー、そういうこと。体力も回復する。ちょっと使っとこう。6回復する。お、速くなった。ちょっと移動スピードが上がる。おりゃー、抜けれなかった、さすがに。
パンチ。うわっ。よし。ハンバーガー食っとくか。ちょっと危ない。50回復。いいね。あー。見えなかった。パンチ。さすがに4体倒せば経験値結構もらえるはずなんだよね。ただ強いなぁ。一発3でも。うわ。一発3でも食らうとやばい。はぁ。結構強いぞ、でも。一体一体だったら、何コンセントレーションってやばいじゃん。1体ならそんな強くないけど、やっぱり塊になられるとやばいな。お、レベルが8になった。早いね。なんと4アップ、ディフェンスが3アップ、スピード1、ガッツが3、おお、ラックが2、最大 HP1。 戦いの中で PK トルネードアルファを覚えた。ここでトルネード来ましたね。自分でかっこいいと思うものは技になるんだね。グレタネズミ。違う、もう一体いる。あれ、もう一体来たはずなんだけど。まあいっか。よーし、34。いた。これで2体か。ありありブラック。何？アリアリブラック回復使えるのか。え、でででででで、強い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 。ですねー。ネスネス。戦いに疲れたようだな。もう一度チャレンジするか。はい。最後の記録を振り絞って戦いの場合復活した。おう、あ、またここか。受話器を取った。銀行口座に107ドル、ありがとう。一回記録しとこう。金はあるのかな。14か。どうしよっかな。強さ見てみよう。レベルとかは戻されないで、単純にセーブしたところに復活するだけなんだね。良心的だ。とりあえず PP を回復させるために家に戻らなければ。こっちだ。ただいまー。お帰りです。何も言わなくていいの。ママは分かってるつもりよ。ずいぶん疲れているようだし、バナーナを食べてゆっくりお休み。正直さ、これ毎回思うんですけど、なんだろう、寝る前に食べるものらしいんですよ。好きな献立見てて、お任せの中になんかハンバーグとか、ハンバーガーだっけ、ハンバーグだっけ、なんかすき焼きとかあったけど、それ食べて寝るの？いやー、厳しくないかな。一応なんだろう、小学生だっけこれのはずなんだけどな。まあ回復したし戻ろう。アリアリブラック超強い。あ、いない。あれ、いないじゃん。旅芸人の子はボロボロだろ。お、ネズミ。くれたネズミ。
スマッシュ来なければ大丈夫。おーし、いつスマッシュ出るかわかんないからな。いやー数が多い。お、敵全員で将棋 PP。 まあ攻撃技だと思ったけど、そういうことか。あーでもなー、普通に殴ろう。なんか旅芸人の小屋に、小屋を越えるとジャイアントステップ、ここだから、ここにボスがいるんですよ。でボスの時まで PP は取っておきたいんですよね。なんでなるべく PP 温存して進みまーす。遠いな、数が多いのはちょっと厳しいかも。催眠術はやめてくれ。よし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 、痛い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 。1だから何とかなってる。よーし、後ろからネズミ来てたな。逃げろ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 。おお、すっごい数待ち構えてる。やばい、意外に敵の数が多いな。一応なんだろう、シンボルエンカウントだから、ほんと1体に画面上に見えてる敵1匹に対して1匹しか出てこないのはいいね。よし、183回。 NO、ネズミは危ないってか、いきなり上にいるよ。まさかのありあり。ふう、いや、ありありはやばい。よし、ありあり怖かった。よし、急に上がった。レベル9もあればそこそこいけるんじゃないでしょうか。なあ、またアリアリブラック、アリアリブラック、アリアリブラック30くらいかな、体力。よし、この上は違うね。じゃあこっちか。ってことはここがアイテムっぽい。うん、いるね。ネズミがなんぼのもんじゃー。やばいやばいやばい、ネズミ意外に防御力高いっぽいな。ほら、よし、まず1匹。あー、攻撃外す。結構外れんだよな。いけ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 、やばい。よーし、68で、チェック。プレゼントの箱を開けた。風邪薬があった。風邪薬何の子に使うんだろう。こっち側にはいますね。さあ、お、ナメクジ、あー攻撃外した。痛い痛い痛い。ほら、なんだろう、ナメクジとアリは防御力がそこまで高くはないのかな。だけどネズミは防御力ちょっと高いんですよ。そうそう、よし、あと1匹。コンセントレーションはまあやばいね、されるとやばい。よし、こっち側は何もないな。じゃあ上に行こう。いる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 、多いな。
5体ぐらい敵が来なかったか。おら、もうちょっと待って、これはさすがに使っとかないとまずい。おら、よし、よし、さすがに数がやばい。ナメクジとワリアリがいる。よし、大丈夫かな。よし、はあ、体力ピンチだわ。一回 PK アルファを、ライフアップアルファを使う。この先に行けばいいかな。ナイス、妖精さん。あ、マジックバタフライは普通に PP だけか。こっちはまだ行っちゃいけない。先にこっち側に行こう。あれ、アイテムなんもなかった。あった、ジャイアントステップあった。よし、下に行くと。あぶね。よし、お、クッキーゲット。こっち側にアイテムはないのか。ジューン、アリアリブラック、アリアリブラック。あ、違う、やっぱ35っぽいな。30、30ダメだから、あ、34でいいのか。よーし、さてこの先だ。宝箱、ハンバーガー、落ちてるハンバーガー食いたくないな。よし、ナメクジっぽいな、これ。お、レベルが10になった。ヒーリングアルファを覚えた。ヒーリングってなんだろう。強さ見ればいいのか。回復、仲間1人の HP を100、仲間の風、風やっぱあるんだ。風、日射病、眠りを回復する。ああ、風邪薬ってやっぱそういう、そのまんまだったんだね。ここですよ、いよいよボスです。で、このゲームセーブはちゃんとセーブしなきゃいけない場所があるんで、ボス前でセーブができないんですよ。なんで挑むか。話す、よく来た。ここは一番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。何、これボスだったっけ。ボスこの先じゃなかったっけか。今は私の場所だ。奪い返せばよい、できるものならばな。よろしい、ならば戦争だ。巨大アリ、あれ、あのグラフィック完全にアリじゃねえよな。これ大丈夫、後ろも行ける。とりあえず、あ、いける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 。よっしゃ、余裕ですよ。パンチ、意外強い、早いな本当に。サイマグネットを試みた。 PP を2吸い取った。いけ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 、殴れ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 。レベル、これ最初のボスじゃねえのかよ。回復しよう。よし、くっそ、ダメだった、回復できなかった、間に合わなかった。くー、またここですか。また PP 回復するために家に戻ろう。
そう。あいつ早いな。マジかよ。カラスはもういい。よし。何も言わなくていいの。ママは分かってるつもりよ。バナナを食べて寝よう。テレテレテレテー。よし。とりあえずレベル10でも辛いな。でも後ろのやつらは対処できたから、やっぱりオッケーポイント、もうちょっと早く回復すればいいってことかな。ほんとなんだろう、ギリギリで回復しようとして失敗した。くそ、道のりが長いぜ。しかし俺は諦めない。よし、あー違う違う違う、上だ上だよっ。よーし、ボスに挑むぜ。ネズミー、くそー、一発で倒せた、いいね。うわ、数が多いぜ。先制攻撃。ほらー、いてててて、一瞬だね。上に、早く上、早く上、早く上。うわー、ネズミー。ほら、うわ、避けられた。よし。ふう。早く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 。一体なら余裕じゃ。おー、2体いる。えい。さすがにね、数が多いと。いった。数が多いとダメだな。こっちは大丈夫かな。とう。あー、ありあり2体だったか。うわ、ありありが増えた。まず一体。ひー、おお、ありあり多いな。なんだろう、これ無限ループするかな。一体。おお、無限ループっぽい。よし、さすがにこれで終わりか。経験値多いな。ハンバーガーを食べよう。うわー、さすがにおいるか。いてる。早く向かおう。ね、いたいた、妖精さん見っけ。回復。あれ、よし、これでビビ全開のはず。なんでちょい、
あ、大丈夫だった。よし、ボスを倒す。倒せればいいな。ちょ、お前来んのかよ。くそー。回復使っていこう、早く。よし、このセリフは一回聞いた。まずは後ろの雑魚どもを片付ける。ライフアップなんか無駄だ。パス、パス。よし。痛い痛い痛い。この辺でちょっと回復しとかないとまずいっぽいんだよな。ディフェンスダウン。何？やばい。うおー。回復。スマッシュがやばい。うわー。ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー。殴れ殴れ。あー、痛い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 。おっしゃー、2回目で勝てた。759の経験値じゃ多いな。一面のレベルじゃねえぞこれ。オフェンス1、スピード1、ガッツ1アップ、バイタリティアップ。おお、 OK だ消えた。じゃあ向かおう。お、白くなって、白くなって黒くなって点滅して、お、曲が、ん？ネスの目に一瞬小さな報い犬の姿が見えた。ネスの持っている音の石がジャイアントステップの音を記憶した。はい、記憶したはいいんだけど。終わり。おうおう、ジャイアントステップ。おう、なるほど、これで戻ればいいんだな。とりあえず戻ろう。なんだろう、ボス倒した後なんか演出あんのかなと思ったらあれで終わりなの。ちょっと地味っぽくないかな。アリアリブラック、さすがにここのボス倒したからみんな逃げていくね。戻るまでは長いな。戻るまでも長いな。よし、クッキーだった。クッキーはあんまりいらないな。こっちか。で、戻ると、みんな逃げていくから楽だな。よし、こっちか。おりゃー。よし、素早さ高いからな。やばいやばいやばい。レベル上がったから結構余裕だな。ザコは余裕かもしれん。あれはひどいだろう。ボス強すぎじゃね？よし、もうここには用はない。というわけで戻ろう。ジャイアントステップ終わったら、おお、警察が来た。
ちょっとちょっと、君君、立ち入り禁止の看板が読めなかったのだね。読めなかったよ。字の読めない少年よ、後でおネット警察署。おお、しまった。警察来いって言われた。まあ後で警察行くか。じゃあその前に西武市にドラッグストアで西武した方が早いか。まずは話すと、お前の銀行口座に540、多いな、だんだん多くなってる。使った分と知識で883ドル銀行に入っているはずだ。次のレベルまで251。それはそうと何の用だい？記録する。パパも今日は休もうと思っているところだ。僕の記録はつけておいたよ。続ける。頑張りやだな。無理するなよ。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。